神竜様、この間は本当にすみませんでした。俺が方向音痴なせいで迷惑をかけてしまって。謝らないでください。無事に帰れましたし、何より楽しかったです。なら良かったです。それで今日はどんな発散方法を教えてくれるんですか？今日は読書です。心に響く本を読んで心をすっきりさせましょう。この本を読んでみてください。フィレネ王国の傑作、フィレネの愛という本です。やけにビタビタでシワシワですね。ああすみません、それは俺の涙です。涙？俺は感動するとすぐに泣いてしまうので。それで、ごめんなさい。その本の表紙を見ただけでもう泣けてきて。早くないですか？俺のことは気にせず読んでください。すごくいい本ですから。わかりました。では今度は目次を見ただけでおえつが止まらない。え？すみません、俺邪魔ですよね。向こうに行ってますね。いえ、このままで大丈夫ですよ。私は構いませんし、泣いたままどこかに行くとみんなを心配させてしまいます。神経様、お優しい。そして開いたページがまた泣ける。無事に読み終わることができるでしょうか。ラピスさん、この前はありがとうございました。おかげで鍛錬がよりはかどるようになりましたわ。よかった、喜んでもらえて嬉しいわ。お礼にフィレネの茶葉をたくさんいただいて、逆に悪いみたいだったわね。そんなことはございません。あの素晴らしい品にはそれほどの価値がありますもの。ところでそこにあるのは何ですの？お芋のようですけれど。あ、これは実は私ブロディアの田舎で生まれ育ったの。そこの名産が芋で、両親が時々こうやって干し芋を作って送ってくれるのよ。ブロディアの田舎の干し芋？それってもしかして脂肪がつきにくく腹持ちがいいと鍛錬通の間で噂の？そんな噂があるの？この干し芋どこで買えばいいかわからなくて、まさかこんなところで出会えるだなんて。よかったら食べてみる？よろしいのですか？ではいただきます。おいしい。食べた瞬間に甘みが口の中に広がり、体の疲労に染み渡ります。最高です。感激です。心から感動していますわ。こんなに喜ぶ人初めて見たわ。まさかそんな噂になってたなんて。まだまだたくさんあるから、よかったら持って行って。いいんですの？ええ、もちろん。感謝ですわ。またしてもラビスさんにお礼をしないと。じゃあエーティエと一緒に鍛錬がしたいわ。私力はあるんだけど、戦いが長引くと疲れちゃうことがあって、体力をつけるために一緒に走ってくれると嬉しいんだけど。お安いご用ですわ。二人でどこまでも走りましょう。もしかしたらラピスさんの力のもとはこのお芋だったのかもしれませんわね。これからも共に高みを目指しましょうね、ラピスさん。ごきげんよう、パネトネさん。先日は奇襲をかけて申し訳ございませんでしたわ。ああ、先日のあれびっくりしたでございますです。
私があんなことをしたのは悪気があったからではございません。私はあなたの偽宿女をあぶり出したかったのです。なぜなら私も同じようなものですので。え、ではあなたも平民の生まれなのです。昔は荒れていて家出を繰り返し、手が早く口が悪いでございますですの。いえ、そうではないのですが、とりあえず私の腹筋を触ってみてくださいな。わかりましたでございますです。これが腹筋？鉄の防具としか思えないほど硬いですが。ええ、バキバキに鍛えておりますが、世の中にこんな宿主がいますでしょうか。おそらくいないと思いますです。見た感じは宿女なのに中身は宿女じゃないよね。そう言われた経験あなたにも終わりでしょうね。はい、やっぱり。そんな人間は世界で私だけと思っていましたが、やっと仲間が見つかりましたわ。これからは共に手を取り合って生きていこうではありませんか。エーティエさん最初は驚きましたですが、腕っぷしの強い者同士仲良くなれそうですます。髪の色も似ていますし、通じるところがあるのかもですわ。ではお近づきの印にこれをどうぞ。まあ綺麗なお花でございますですね。私の故郷の名産で、花言葉は風変わりな宿女と通い合う心、変わった宿女同士親睦を深められたらと思ってお持ちしました。まさに私たちのためにあるようなお花、感激でございますです。これからは骨太な宿女として互いに切磋琢磨してまいりましょうね。はい、ぜひとも。エイティエさん、新しいピクルスができたよ。今回は3種類の野菜をつけてみたんだ。でもどうしましたの？美味しくないんだよ。本当にごめん。これは渡せないや。新しい野菜がいつもの感じにならなくって、最初から作り直そうかなって思ってるんだ。もう気にしないでくださいな。私にとってそんなこと問題ではございません。え、どうして？クランさんが作ってくださるピクルスは味も最高です。でも何より素敵なのはあなたの気持ち。あなたはこのピクルスを作るため私のことをよく観察してくださっていますわよね。それに私が美味しく食べられるように思いを込めてくださっています。あなたのピクルスは私の体だけを癒してくれるのではありません。あなたの優しい思いが私の心をも癒してくださるのです。だから何も気になさらず食べさせてくださいな。エーティエさん、今のってエーティエさんのお腹の音？ごめんなさい。もしかしてピクルスの味なんか問題ないって言ってくれたのは、お腹が空きすぎて早くピクルスを食べたかったから？違います。もうからかわないでくださいませ。あ、そろそろ鍛錬の時間じゃない？あら、本当ですわ。ではこのピクルスをいただいてから参りましょう。美味しくなかったらごめんね。もうそんなこといい子なしですわ。それではいただきます。ピクルスはできた？今つけているところですけど、息が真っ赤で不安になってきました。大丈夫、きっと美味しくなるわ完成が楽しみね。どうしたの？急に黙って。ベイル様って僕の妹みたいだなって。妹？なんでそう思うの？根拠もないのに大丈夫っていうところがすごく似てるなって。何よ、失礼ね。すみません。クランって双子のお兄
兄ちゃんなのよね。ええ、そうです。兄弟って一体どんな感じなのかな。え、私は兄弟とずっと離れて暮らしていたの。その時間を埋めるのが難しくって、なんか接し方がよくわからないの。だからいつも二人一緒のクランがとても羨ましいわ。兄弟というのは空気みたいなものだと思います。空気？当たり前に存在するけどないと困る、そんな感じです。そうなんだ。私もなれるかな、空気みたいに感じられる兄弟に。絶対になれますよ。離れて暮らしていたとしても家族であることに変わりないんですから。ありがとうクラン、とっても励みになるわ。あの、オルテンシア。しつこいわね。あなたと話すことなんてないって何度言ったらわかるの。最後に一つだけ、オルテンシアに聞いてほしい話があるの。私のママは普通の竜族だった。でもね、邪竜と交わりを持ったからといって人間に迫害されて死んでしまったの。私だって年を取らないせいで周囲の人から気味悪がられて辛いことばかりだった。だから邪竜に生まれて得をしたことなんて何もないわ。それをオルテンシアに伝えたかったの。あなたも家族を失ったってことね。言いたかったことはそれだけ？ええ、本当は友達になりたかったけど諦めるね。私がひどいことをしたのは間違いないから。じゃあ私もう行くね。ちょっと待ちなさいよ。羨ましいなんて言って悪かったわね。あなたの過去も知らずに無神経だったわ。これで話はおしまい。さあもう行きなさいよ。オルテンシア、話を聞いてくれてありがとう。綺麗になったでござる。何をしているの？見ての通り彫刻を磨いております。竜の彫刻ですぞ。本当だ、竜だ竜だ竜だ。可愛いね。名前はなんていうの？好きな食べ物は？可愛い可愛い可愛いよ。急に早口になりましたな。そんなにお気に入りでしたら差し上げましょうか。本当？欲しい欲しい、お願いします。この通りです。その代わり条件がありますぞ。手合わせ中も含め戦闘中の無駄事は禁止させていただきたい。なるほど。そう来るわけだね。この間メリン氏が使った手ですぞ。ねえ、もうこんな無駄ないがみ合いやめない？とりあえず僕はもう長い口上の練習はしない。だからその彫刻ちょうだい。あの無駄な行為と決別するというのでしたらもう文句はありませぬ。今までのことは水に流すゆえ、あの武器を。はいいよ、じゃあ武器と彫刻を交換ね。無論。やった、取引成立。はい、じゃあこれあげる。うわ、やったでござる。ヨッピーヨッピー。ではこの彫刻大事にしてくだされ。うー、リュウちゃん、かわいいよかわいいよ。なんという威圧や。この渋みに匂いにこの持った時のずっしりくる感じ、全てが完璧で涙が出そうでござる。ねえ、これどこで手に入れたの？すごくいい趣味してる。具体的に教えて、できたら値段とかも教えて。
この武器はどこでいくらで手に入れたでござるか、どなたから買ったかなど詳しく教えていただきたい。質問したのは僕が先だよ。まず僕の質問に答えて。早口すぎてよく聞き取れなかったのです。私めの質問に先に答えてくだされ。その手はずるいと思うんだ。何ですと？もしかして僕たちって仲がいい？言われてみれば、好きなものに対する情熱の温度、他人とは思えぬものがあるでござる。僕たち仲良くなれそうだね。さっきの質問、僕から先に答えよう。もう一度お願いできるかい？わかりました。まずはその武器をお求めになった場所と。メリン、そろそろミスティラ王女に対決を申し込んでもよいか？ダメだ、絶対に許さないからね。くっ、まだダメか。いかん千番じゃ。とはいえ、世はメリンに助けられた身、メリンの許しが出るまで今一度待つとしよう。君も困った人だね。どうしてそこまでして我が姫と戦いたいんだい？世は白の砂漠の出身でな、外の世界の強者と戦いたいのじゃ。白の砂漠ってソルムの謎に包まれた場所じゃないか。世からすれば白の砂漠の外こそが謎に包まれた場所なのじゃがな。だから外の世界を知るために故郷を飛び出した。世は旅をしながら多くの強者たちと手合わせをした。分かったのは、戦いにはその国の文化や歴史、考え方などが反映されているということじゃ。だからミスティラ王女との手合わせをし、ソルムのことをもっと知りたいのじゃ。なるほど、そういう理由があったんだね。だったら僕が花月の相手になるよ。メリンが？僕だって王城騎士だし、腕には自信がある。相手にとって不足はないと思うけど。いいじゃろう。ただしメリンが負ければ次はミスティラ王女と戦いに行く。それでも構わぬか？問題ないさ、僕は絶対に負けないから。面白い。ではいざ尋常に勝負じゃ。うわ、すごい珍獣だ。絶滅危惧種のブロディア赤ツバメ。わーい、待て待て。かわいいな、君は本当に奇跡の存在だよ。あれはイルシオンアホドリ。こんなところを飛ぶんだね。これからどこに行くんだい？僕も連れて行ってよ。あのメリン、何をしているの？な、見てた今の僕？ええ、しっかりと。幼い頃に見たお屋敷に招かれた道化師のようだったわ。そうなんだ。実は今度演劇をやることになってね。まあ、演劇を？小劇場の舞台なんだけどね。僕はまさに道化師の役で。そうだったのね、びっくりしたわ。でしょ、僕の印象が結構違ったから。大変なんだよ、道化師の役を演じるのはね。その舞台はいつ？見に行かせていただくわ。いつだろう、ちょっとわからないな。なんか中止になるっていう噂もあったような。そうなの？もし資金が足りないのなら私に援助をさせて。大丈夫、お金じゃないんだ、演じる人の都合とかだから。そう、ぜひ見に行きたいから日にちが決まったら教えてちょうだいね。わかった、そうするよ。アイビー王女、先日は廃墟に案内してしまい申し訳ございませんでしたです。バネットね。アイビー王女がお化けが苦手だとは知らず、とんだ失礼をしてしまいました。
私どう償えばよろしいかと。顔を上げてパネトネ、私はもう気にしていないわ。確かにあの日から数日間は夜は眠れず、一人で出歩くこともできなかったわ。風の音が聞こえただけで身の毛がよだち、小さな悲鳴を上げる日々。廊下がきしむ音でその場から動けないほど震えもしたわ。決して拭いきれない恐怖をもう一生分は味わったと思う。本当に申し訳ありませんです。少し意地悪しすぎたかしら。パネトネ、大丈夫よ。あなたが私を喜ばせようと思ってあの場所に案内してくれたのは理解しているわ。だからもう気にしないで。でもそのせいでアイビー王女にひどい思いをさせてしまいましたです。喜ばせようとしてくれたパネトネの思いは本当でしょ。はい、その気持ちが嬉しいわ。ありがとう。アイビー王女、ありがとうございます。これからも仲良くしていただけますですか？もちろんよ。でも今度からは行き先は初めに伝えてもらうわね。あとお化けが出る場所も禁止よ。もちろんでございますですわ。昔と比べると丸くなった。確かにそうですわね。ですがそれは全部姫様のせいですわ。私なんかしたっけ？姫様と出会った頃の私は荒れに荒れていましたわ。家庭環境がよろしくなかったので、その鬱憤を晴らすために町へ出て、尺に触る方と出会ったら片っ端から喧嘩をするような毎日。今思い返しても本当にろくでもない日々を送っていましたわ。ですがそんな時に姫様と出会ったのです。私と同じような不良少女だと勘違いしてましたけどね。私たちって出会ってすぐに意気投合したよね。朝まで荒野を狼で爆走したり、一緒に野党を壊滅させたりして。ええ、そうですわ。姫様と出会ったことで少しずつですが私は正しい方向へと向いていったのですわ。正しい方向って狼で爆走も？それではなく、泥棒退治とか野党退治とかですわ。姫様は私の行き場のない怒りを良いことに使うように導いてくれたのですわ。そんなつもりはなかったんだけどね。ええ、分かっていますわ。ですが姫様と出会っていなかったら、私は自身の怒りに飲まれ、見境なしに他者へとその怒りをぶつけたり、己の不遇を嘆くだけの寂しい人生を送っていたかもしれませんわ。セリーヌ王女、こんにちは、カゲツ。聞いておるぞ、聞いておるぞ。セリーヌ王女は王女様なのに剣術の腕前もなかなからしいの。ぜひ手合わせ願いたい。どうじゃ、一戦。お誘いは嬉しいのだけれど、私は理由がないと戦いたくないわ。むむ、つまらんの。己の腕前を試してみたいとは思わんのか？国を守るために鍛錬は続けているけれど、強さを極めようとは思っていないわ。仕方ない、なら一緒に茶でもしばくか。それなら喜んで。でもその前に公務を終わらせないと。国に送る書簡を書くだけよ。少しだけ待っててね。王女様というのは大変じゃな。そうね、無責任な行動はできないわ。そんな生活で息苦しくはないのか？世なら我慢できそうにないぞ。大変なことも多いけれど、でも王女として幸せを感じているわ。そうなのか？とても信じられんぞ。なら今度会った時に教えてあげるわ、私が何に幸せを感じているかを。
リンデン殿、あれから若返り魔法の実験の方はどうですか？あの実験なら失敗じゃよ。どうやら文献に誤りがあったようでな。若返りの魔法などそんな都合のいいものは最初からなかったのじゃ。そうだったのですか。それは残念でしたな。実は少しホッとしてるんじゃよ。なぜです？年を重ねて若者の力となる、そういった存在が必要だ。バンドレに言われた言葉を実験中に何度も思い出しての、わしも若い頃には年上の指示に従い多くのことを学んだものじゃ。そういった存在がいなくなったらと思うと少し怖くなってしまってな。年を取り思うように戦えなくなるからこそ伝えられることもある。わしらの年齢はそういったことができる世代なのかもしれんな。はい、その通りです。少なくとも私はそう信じていますよ。しかし誤りを乗せるとはひどい文献もあったものですな。まったくじゃよ。しかし思わぬ収穫もあっての。収穫？わしを見て何も気づくことはないか？言われてみれば前に会った時よりも少しお元気そうな気が。ご明察じゃ。実はこの実験の過程で腰痛に効果のある回復魔法を身につけての。この通り最近はすっくり調子がいいのじゃや。なんだと？その驚きよ。もしかしてバンドレも腰が気になるのか？この前は言えなかったのですが。その通りです。そういうことならバンドレにも魔法をかけてやろう。万全な状態であれば若者に教えるのも楽になるじゃろう。まったく、さすがはイルシオンの賢者ですな。ただでは転ばないところが素晴らしい。お褒めに預かり光栄じゃ。お互いこれからも頑張ろうではないか。なんと、アイビー殿はイルシオン王国にいながら邪竜ではなく神竜を崇めていたのですか？ええ、おべっかや嘘ばかりの醜い大人たちが邪竜を崇めていたから、私はその反対に心の中で神竜を崇めていたの。アイビー殿は幼少時からなかなかの強胆さをお持ちだったようですね。思い返してみればそうだったかも。モーブもイルシオンの生まれよね。では邪竜信徒なの？いえ、実は生まれはフィレネです。幼い頃に父が病死し、その後にイルシオンに来たのです。神に祈っても夫を救ってはくれなかった。ならば神を見限り邪竜を信仰すると母に連れられ。そうだったのね。今お母様は？イルシオンに来てすぐ父の後を追うように病死しました。だから俺はイルシオンの教会で他の孤児たちと一緒に育ったのです。ごめんなさい、事情を知らずに。構いません、別に隠すことでもありませんので。ただ邪竜信徒たちに教育されたのに、俺自身は邪竜に傾倒することはありませんでした。元々の性格が向いていなかったのでしょう。そう、邪竜信徒の中にいながら邪竜に傾倒しなかった。はい、そんなところも俺たちは似ているようですね。本当ね。やあ、ロサード、今日も可愛いね。フォガート王子、ありがとうございます。俺は明日も明後日もずっと可愛いですよ。間違いないね。ロサードの可愛さは永遠さ。もも、失礼ですけど本心からそう思ってます？
なんかノリが軽い感じなんですよね。言葉に重みが感じられないっていうか。心外だな。俺は心の底からロサードのことを可愛いと思っているよ。じゃあ俺がどのくらい可愛いか、それを言ってくれたら信じます。いいよ。ロサードはそうだな、ソルムのオアシスに咲く可憐な花のように愛らしいよ。今の言葉は重みがありました。つまりこの群で一番可愛いってことですよね。あ、ううん、一番ではないかな。え？あ、用事があるんだった。じゃ、またねロサード。ちょっと待ってください。俺が一番じゃない？じゃあ誰が一番可愛いんですか？フォガート王子、逃げないでください。この花もいい匂いだ。なんという名前なんだ？それはジャスミンだな。この菜園の中でも特別いい香りのする花だ。ボネの菜園は素晴らしいな。心が洗われるようだ。モーブはすっかり私の菜園の虜だな。よければここで採れた野菜を調理してやろう。感動するほどにうまいぞ。いいんだ、そこまで気を使うことはない。こんな気晴らし、俺には贅沢すぎるのだから。贅沢すぎるだと？気晴らしぐらいは誰だって必要だろう。俺は宿の一員だったんだ。その食材を込めて弱き者を守るために働いている。そんな人間が気晴らしなど、少しばかり自分に甘くしすぎたようだ。モーブ、ボネ、すまなかった。俺はもうこの菜園には来ない。モーブ、今日も警備か？付き合うぞ。この間筋を違えていたのはもう大丈夫なのか？あんなものはすぐに治ったぜ。そうか、それはよかったな。モブ、いや気にするな、大丈夫だ。大丈夫なわけないだろう。ここに座っていてくれ、水を汲んでくれ。どうだ、良くなったか？ああ、おかげさまでな。お前の言う通り、少し疲れていたようだ。それを聞けて安心したよ。え？あんたも同じ人間ってことだ。もう無理しちゃいけないぞ。参ったな。そうだ、これを飲んでみてくれ。疲労回復に効くっていう伝説の秘薬だ。本当か？悪いな。ん？この匂いは。どうした？これは疲労回復の秘薬ではない、腹下しの秘薬だろう。え、嘘。まったく、危なかったぞ。危うく飲むところだった。どうした？今さっき味見しちまったぜ。え？来た、早速来たぞ。まったく、今日も休むべきはお前のようだな。そこで休んでいろ、俺は警備に戻る。おお、面目ない。全然うまくできないわ。大丈夫、私の言う通りに作れば
きっとうまくいくはずです。諦めずに頑張って。これをこうしてこうやってひっくり返してできたわ。見かけは少々あれですが、肝心の味を見させてもらいます。どうかな。美味しいです。よく頑張りましたね。嬉しいわ。私また魅力的になれたかしら。はい、もちろんです。ゴルドマリーみたいな進化がいるんだもん。これからも気が抜けないわね。進化。あら、どうしたの。私もロサードも実のところ正式な進化ではありませんよね。ああ、そのこと。いいのよ、私が認めてるんだから。邪竜が目覚めて戦争が始まった時、私たちはまだ学園に通う生徒だった。でもお父様が私に王城に戻るようにおっしゃって。ただの学友である私とロサードが無理やりオルテンシアについていったんでしたね。無理やりじゃないわ。私は嬉しかった。仲良しだったあなたたちと離れたくなかった。まだ学園にいたいと思ってたから。でも結果こんな風に巻き込んだわ。本当にごめんなさい。謝るのは私の方です。本来ならイルシオン王族の進化は国王がお決めになる。私たちはそれを押し切ってしまったのですから。その上いつか認めてもらうことももう叶わない。オルテンシアのお父様を守れませんでした。いいの、あのことはゴルドマリーが。うん、私たちが何かできることじゃなかった。お父様はきっと認めてくださるわ。二人が私の正式な進化となること。だからもうそんなこと言わないで。ここに来たことを謝らないで。オルテンシア。ゴルドマリーがいてくれて嬉しいの。本当にありがとう。戦争が終わったらまた一緒に学園に戻りましょうね。はい、必ず。ボネさん、虫刺されの様子はどうや。すっかり腫れも引いて落ち着いた。薬草を塗ってもらったおかげだ。薬草の味が気になって我慢するのが大変だったかな。よう我慢してくれた。うん、幹部にも異常なしやな。安心したわ。ありがとう。じゃあ。そうや、今日はボネさんに話があってきたんや。話？ボネさんからもろたカモミラなんやけど、調べてみたら薬草にもなる花やったんや。鎮痛作用や炎症緩和に役立つらしくて、もしよければ少し譲ってもらえへんかなと。なるほどな。そこまで数があるわけではないが、人助けになるのであれば喜んで渡そう。おおきに、少量でも助かるで。私の育てた花が人の役に立つなら嬉しい。丹精込めて育てた花が摘まれるのは少し寂しい気分だがな。一輪たりとも無駄にしひんよ。ボネさん、おおきに。待たせたな、ゼルコバ。故郷からアルパカの毛が届いたぞ。おお、これがアルパカの毛か。噂通りふわふわでもっこもこだな。そうだろう、アルパカの毛は暖かくて軽い、それでいて頑丈という完璧な素材だからな。まさしく一級品だ。これさえあれば
最高の一品を作り出せること間違いなしだ。アンバーオンに切る。これで至高の編み物ができそうだ。俺の家族もアルパカの毛を使って編み物をやるんだ。中に着ているセーターは父さんが編んだものなんだぞ。ほう、アンバー、それで謝礼なんだが。金なら必要ない。これはゼルコバへの贈り物だ。得たものには対価を支払う。でなければ借りを作ることになってしまうだろう。いいんだ。ゼルコバのことを手紙に書いたら故郷の家族が喜んでさ、無償で提供したいって返信に書いてあったんだ。ここは俺の家族のためにも贈り物として受け取ってくれないか。そういうことなら受け取ろう。ただしアンバーの家族以上のセーターを編んで、それを感謝の気持ちとして送る。そうすれば言葉や他のものよりも俺の気持ちを伝えることができるだろう。そうか、ゼルコバが編んだセーターをもらったらみんな喜ぶだろうな。ならば決まりだ。アンバーの家族が惚れ惚れするような一品を作ってみせよう。